この研究室では主に2つの大きなプロジェクトがやっておりまして、1つはがんの、がんの遺伝子の発現の調整のその機構を今解析をしているわけです。もう1つは今度はちょっとテーマががんから離れるんですけども、やっぱり人のですね、この免疫の機能をついてやっています。その外から入ってきた異物を、これは異物ですよっていうことを細胞の中で処理をする細胞がありまして、センサーみたいな細胞がありまして、その細胞がどうやって、入ってきたものを敵であるということを他の細胞にネットワークを使って知らしめるんですけども、その最初の情報処理をどういうふうにしているのかっていうことを今研究をしています。目標はやはり人のがんの治療に役立てるということを目指しています。がんの標的分子治療というふうに言われているんですけども、そのいくつかのですねパーツを見つけるっていう本当に基礎的な作業はをやっていると。免疫の方はですね、例えば1型糖尿病っていうのはですね、あれは自分の T 細胞っていう、免疫の細胞が膵臓のですねインシュリンを出す細胞を殺してしまうんですね。そういう分子メカニズムが何かっていうことが分かれば、そういう治療にも応用できるし、なぜその T 細胞は何を間違っているんだろうっていうこともそのセンサーの方から探していくことによって少しそのメカニズムが分かるんではないかということでやっております。はい。僕がこの大学のですね、いた時には軽音楽研究会っていう軽音の、にずっといたんですよね。部長もやってて、でそれとはもう一つロックのバンドをやってて、それで歌ってたんですけど、じゃあそれをもう一回やろうということになって、で悪乗りして学園祭に出るようになって、はい、やってます。はい。でサイエンスの現場って非常に派手に見えますけども、実際やってることは毎日毎日同じことをコツコツコツと積み上げていくだけなんですね。そういう仕事をみんなこう共通してやってるっていう風になってくると、みんな非常にですねチームワークが良くなってきて、でまあそれ以外のところはとにかく楽しもうというのがうちの研究室のですね、モットーというのはモットーですね。楽しい研究室だと思います。はい。ぜひいらしてください。